川に来ましたよということで今からホテルに行きたいと思います。バイバーイ。ホテルに着きました。イエイイエイえ、なにイエイイエイ。後藤さん、壁山来た。なんであれ部屋って3307じゃないっけ。3307ピンポンピンポンしてんのに出ねえからさって言うからちょっと今からそっち行くわ。この下の3ねえ、もう本当にやだ。4がいいって言ったじゃん。よかったね、人いなくて。ねえ、ただすいません。いや本当にやだ。あ、いいじゃん、すごい。写真撮んなよ、兄。下行こうよ。スクショタイム。これチップにしよう。最近ポーカーにハマってるんです、私。急にじゃない。あ、第二グループさんのあれか。来た来たとか言わないんだ。いや、なんか作戦かもしれない。あ、そうだ、ま、って言ってる。確かに。おお、強いね、手札。あ、手札というか、さあ、強気のベッド。コール。ま、コール。最後。なるほどね。チェックです。えー、オールインだ。オールイン。ホールド。ショーダウン。せーの。88。ええ、8。お父さん、ブラフ。来た来たとか言ってたのに。8。ダメで参加したらでも負けてたわ。え、よくまだ行ったね。勝ちました。そんな感じでご飯を食べたいと思います。うなぎ黒黒黒。うなぎを食したいと思います。お前のうなぎ1個くれよ。うなぎ大好き。いただきます。いただきます。うなぎが美味しい。牛肉美味しいよ。本当。お父さんが食べる。これつめんつめんのじゃないじゃん。カニカニカニ。ということで。何そのご飯。美味しそう。どうしよう。エビエビエビ。キノコご飯だって。ということで、ご飯は人が多いのでまた後でお会いしましょう。バイバーイ。でもね、イエーイ。なんか草むらに来ました。イルミネーション。イルミネーションが映ってないの。こっち行くと暗いのよ。どう？分かった。イルミネーションの明るさで顔が完全に暗くなっちゃう。お化け。ご飯をお腹いっぱい食べました。お部屋に戻りたいと思います。バイバーイ。イエーイ。わあ、ちょっと ご飯映ってるよ。
ということで今ホテルに戻ってきたので、もう今からお風呂に入ってみんなでパーティーをして寝ようと思います。なのですっぴんは見せたくないので、ここで1日目はさよならです。バイバーイずっとゆるいな、ね、イエ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 イチオン、おはようございます。いただきます。いただきます。クロワッサン。もお父さんのいびきがうるさかったね。でも寝言言ったよね一瞬。まだまだ、うん、どんな感じだったっけ。ねえねえ、じゃあまた後で。でワイヤーのドライバーとそんな違う？はーい。ゴルフをします。兄のターン、いけ。強っ。あーすごい。いやうまいんすよ。え、うまいね。ゴルフをします。ここ？うん。あ、自然いっぱいだ。一打だよ今の。あじゃあボール先に。いやいい自分エスマナ。いいじゃんいいじゃん。へっ。入ったらシュート。みんな乗っとこう。あらー。むずっ。母ちゃんの邪魔で大丈夫？大丈夫？ほら、はい、そうなるよね。うん。あやだやめる。うまっ。わ、いったいった。わわマジうまっ。バカだね。バカは惜しい。惜しい。三。三。あーあー。もっともっともっと。ドッツボにハマった。終わったわ。リーズの優勝だ。今の気持ちは？パック。わあ。やばい。お。すげえ。オッケー。いやーもうさ、まだこういうの絶対決められないし。邪魔。あーよかった。さて、ジージは優勝できるんでしょうか。あーそう、もう手が出たな。さあ、このプレッシャーに耐えた。45。知ってた。45歳だ。45歳です。はい。5位がよしよし。3位がえ、ど、同点の4位でしょ。4位だ。怖い。4位お母さん。え、え、嘘でしょ。違うよ。ねえ。お兄。4位お兄。3位。3位伊豆のマナン、ママンチョ。ママンチョって、え、嘘。え、さっき33じゃん。第3位伊豆のマナ。イエーイ。第2位伊豆のお前いい。誰んだよ。1位ビリのばあちゃんは罰ゲーム。みんなにアイスおごりです。かき氷。以上、ゴルフでした。考えるな、感じろ。打ちっぱなしゴルフに来ました。イエー。あっ。ちょっと待って。
今から打ちっぱなしゴルフを初めてです。対決していこうと思います。顔近い。それではやっていきたいと思います。はい、ということでですね、なぜかここからスローになってて音が全く取れてないという事件が発生してしまいました。ここから私は打ちっぱなしゴルフをしたり、帰り道の動画を撮ったんですけども、音が取れてないのでアフレコでいきたいと思います。初めての打ちっぱなしゴルフだったんですけれども、最初は結構難しかったんですけど、ナイスショット、さあ打てるんでしょうか。ナイスショット、素晴らしい。ということで帰り道に行きたいと思います。バイバーイ。さあということで、ここから道の駅で天然かき氷というものを食べていこうと思います。本当にここね、めちゃくちゃ喋ったし感想とか言ったのに何も取れてないっていうのがもう本当にショックすぎて立ち直れません。誰か慰めてください。多分超美味しいって言ってます。はい、美味しいって言って、もう最高、この人生で一番美味しいって多分笑ってますね。ははは。いちごとメロンですって言ってます。はい、ということでこの旅も本当に楽しかったです。この動画が面白かったよー、よかったよーって思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますって言ってると思います。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。いちごあーん、えへへへへって言ってます。イエーイ。